久保さん今回「千里の道」も「千里の道はゼロ」「千里の道はゼロ」にしましょうかなんか「千里の道は一歩から」みたいな「千里の道を歩いてゼロ」みたいなねまああの前回そのブログを1年更新した人からまたレスがあって「ここからがスタートだ」と吉谷さんならおっしゃると読んでいましたと。 僕もその気持ちで1年やってきました。これでやっと脱初心者だと思ってますと。要は、ま、あのー、こっからスタートだよという、まあ、個別動画を送ったんですけど、まあ、吉谷さんはそう言うと思ってましたみたいなね。<laughs> なんか、あのー、僕の基準だと1万本ゼロ本みたいな話なんですよ。わかります基準としては。でもみんな、わあ1万本やったみたいな話じゃないですか。 まあ1万本もやらないと思うんですけど <laughs> 1万本やってゼロみたいなもはや、うん、それぐらいのなんか心構えがあるとなんか俺こんなに努力してるのに俺こんなに頑張ってるのになんで結果が出ないんだっていう気持ちにならないですねそもそもだからブログも10年やるぞじゃなくて10年からスタート10年ブログ更新してからようやくスタートみたいなね まあ多分ね、この思想考え方を持ってやる人って多分いないですね。わかりますなんか夢目標に向かって頑張るみたいな話じゃないですか、一般的には。いやいや、その夢のスタートライン、目標のスタートラインに10年やってようやく経つみたいなね。どんだけ亀やねんっていう話なんですけど。でもそれぐらいの基準を持ってると、まあ挫折することがありえないですね。だってスタートしないとい、スタートに立ってないですからね、まだ。 まだまだあのスタートラインに立ってないみたいな。うん。だからまあみんななんか挫折する理由ってなんかこんなにやってるのにとかこんなに頑張ってるのにとかあのなんか思うように結果が出ないとかなんかいろいろそういうふうに思ってやるやめていくと思うんですけどまあそもそも結果が、ね、出なくて当然それは結果が出るスタートに立ってない結果が出るそもそもスタートに立ってないと。 で、ま、あこの方が言ってたのが、ようやくね、やっぱ脱初心者ですと。ま、あさすがに1年ブログやれば初心者ではないですね。だからブログもね、あの、1年前のと今、全然やっぱ違いますもん。うん、ちゃんとね、書けるようになってるし、成長したなっていう、僕ももう一瞬でわかりますよね。その、記事の書き方、構成、やり方。全然1年前と違いますもん。うーん、そう。 で、今ね、あのー、その、ブログコンサル生が一人ついたみたいですけどね。で、その人を今、サポートしてますっていうところで、これすごいことですね。うん。だからやっぱね、どこに基準を持っていくのかって結構大事ですね。うーん。やっぱ、成功してる人、まあ普通じゃない結果を手にしてる人っていうのは、普通じゃない基準があるんですよ。一郎基準があるわけですよ。 だから僕はイチローさんの,の NHK で、ね、仕事の流儀っていうのがあってイチローさんの前なんかあったんですけどもうすげえすげえなと思ったのがそのプレーオフというかもう試合勝っても負けても,もう消化試合みたいなのあるじゃないですかでその消化試合で、あのー、しかも,その、ね、もう負けるもうほぼ負け確定みたいな、ね、状態で勝ち確定か負け確定か分かんないですけどでもそれ勝っても負けても意味がない試合なんですね。 で、一郎選手が出るか出ないかっていう風になったらしいですね。一回。で、その時に、なんかもうめちゃめちゃ、まあ出るか出ないかわかんないし、出たとしても勝っても負けても意味がないっていう試合なんだけど、まあ1%でも出る可能性があるってなった時に、一郎選手はもう、あの、準備、めちゃめちゃウォーミングアップしてると。で、その外人のね、その仲間の人が言ってるわけですよ。いやー、普通はしないねと。 俺たちしねえよみたいな <laughs> ねえ消化試合だし負けても勝っても意味ないし別にまあ出ればいいやって話なんですけどイチロー選手は、まあ、どんな状態でも準備するっていうだからそれはイチローすごいねみたいなその外人がねインタビューに答えてたんですけどどうですかねその基準 <laughs> だからメジャーリーガーでねあんだけ長年ずっと活躍してきた 記録を更新し続けててきたっていうやっぱその基準っていうのは他の人とねだってメジャーリーガーってアウェイじゃないですかだって日本じゃないですよね日本じゃないアウェイでそのそもそも戦ってるのは外人の人たちですよで外人がやらそのホームウェイの人たちがやらないことをイチローはやってるわけですよわかりますすごいないですかこれだからそういう人たちのなんかその 基準っていうのをやっぱ、うん、取り入れるべきだと僕は思うんですよね。取り入れた方が、なんだろうな、成功に近づくんじゃないかなと。うん、少なくても初心者の基準で成功できます。もう一度言いますけど、初心者の基準で成功でき,できると思います。これね、僕無理だと思いますよ。絶対無理。初心者基準で。<laughs> 最低でもプロ基準ですよね。できるできないどうでもよくて、 最初はみんなできないんだからただ基準はどこに置けるかっていうのは多分んその人次第だと思うんですよね例えば素振りを1回やるという基準なのか素振りを1000回やるという基準なのかその基準においては別にその人が決めるだけじゃないですかうんだからまあそこめちゃめちゃ大事だと思いますよねうんまあ多くの人はその基準が初心者基準なんじゃないかなと思いますねうーん 初心者でもプロの基準で練習することはできるよねと。その準備体操にしてもね、イチロー選手一時、ね、一時間半、二時,時間ぐらいするんですよ。毎回毎回、球場に行って、誰よりも早く行って。それも、そのルーティーンでずっと続けてるみたいなね。うん、準備運動って初心者でもできるでしょ。どうすか。でも、誰よりも早く行って、あの自分の体作る。 っていうのは初心者でも多分準備運動ぐらいでできると思うんで <laughs> でもその心構えというかその基準の高さですよねうんだからまあ初心者の人が何で稼げないかっていうと市場にはねプロ,プロがみんないるわけじゃないですかでプロと戦うんですよブログアフリエイトももうね ブログアフリートなんかはもう15、六6年、20年前、サイトアフリイト、何十年前からいるねんって話で、そのプロに勝っていかないといけないわけじゃないですか。か初心者の基準でやってたら勝てないよね、という話ですよね。だから僕は、その YouTube に関しては、まあ有名人でもないですし、1本あたりのね、動画再生数そんなに回せないので、じゃあ本数でぶち抜くと。 本数で日本一ぶち抜くと。これだったらいけるぞと。っていう基準ですよね。そこは無理だけど、こっちで日本一取るぞ、みたいな。うん、多分本当に僕を超える人は出てこないと思います。間違いなく。これは言い切りますよ。皆さん、情報業界の話ですけどね。まあ、世界、世界を見るとね、あの、いっぱいいるので、あれですけど。<laughs> この小さい市場の中では確実に僕は日本一だと思います。本数に関しては。 情報ビジネス、コンテンツビジネスを教えてる人で、こんだけね、発信してる人はまず絶対いないですね。言い切ります。で、これからも10年、20年、30年続けるので、まあ、勝てないでしょうね。っていう基準です。うん。で、なんでそういう基準を持つのかっていうと、まあ、ビジネスは戦争で勝っていかないといけないんで、ライバル、ライバルと差別化していかないといけないし、ライバルに勝っていかないといけないですよ。そうですよね。うん。 そんな感じですかね。千里の道も、千里の道はゼロ。いってらっしゃい。